兄様チャンネル。こんにちは、兄様です。今日はね、サブマシンガンを使って遊んでいけたらと思ってます。でね、今回ツーショットになってますね。で、一回ね、貴族のサブマシンガンで遊んだんですけど、その時もね、結構使いやすくてね、強かったので、今回もね、多分強いんじゃないかなと思ってます。はい、今回使っていくね、武器なんですけど、ツーショットサプレッサー付きサブマシンガンになってます。でね、爆発ついてるんですよね。なので、結構ダメージは出てくれるんじゃないかなと思ってます。改造の方なんですけど、ハードレシーバー、ショートライトバレル、反動吸収ストック、中型マガジン、リフレックスサイト、そしてサプレッサーになってますね。はい、じゃあパークですね。ライフル使うとき、いつも使ってるやつなんで、まあね、いつも動画見てくれてる人はね、おなじみかと思うんですけど、今回もね、これで行ってみたいと思います。総重量と、あと弾の重量、で、ブロッカーですね。で、コマンド系は3つ入ってます。エキスパートコマンド、コマンド、マスターコマンド、あとグラウンドパウンダーとタンクキラー。で、コンセントレイテッドファイヤーが1つですね。で、E はラジクールとファイアープルーフなんですけど、ファイアープルーフはね、まあ爆発入ってるので、つけててもいいかなと思ってます。で、C のところ、ストレンジインナンバーズ入ってますけど、ローンワンダラ入れたいんですけどね、ちょっと入れれないんで、もうこのままいきます。で、テンダライザーですね。I がナードレージとデムリッシュエキスパート。A がアクションボーイとカバートオペレーティブ、スニーク、エスケープアーティスト、ガンフー、アドレナリン。L がブラッティーメス、セレンディピティ、フォーリーフクローバー、クラスフリーク、スターチダジーンズ、クリティカルサービーが1つで入ってます。でね、ナードレージ入れてる理由がやっぱりね、そのまま使うとね、ダメージがね、出にくいんですよね。なんで HP20% 以下でね、さっさと倒していきたいと思ってます。はい、レジェンダリーパークですね。PALIS、まあここもいつもと変わんないですね。で、フォロースルーになってます。はい、じゃあね、このツーショットのサブマシンガンで遊んでいくんですけど、最近ね、ツーショットの強さに気づいてきて、まあ今までね、ツーショットあんまり強くないなと思ってたんですけど、爆発ついたりとかね、まあツーショット自体も強いんですけど、まあ最近ね、ほんとそれに気づいてきた。で、あとね、HP20% 以下にしてね、使うことがほとんどなので、どんな武器でもね、僕は。まあね、今回は HP20% 以下でナードレージとね、副腎反応、発動させて戦っていきたいと思います。それではね、行ってきます。始まるよ。じゃあ着きましたのでやっていきます。で、一応ね、ステルスで行きましょう。サプレッサーもついてるので。で、僕が一回ね、サブマシンガン使った時に結構ね、 AP の消費が大きかったんですよね。これどうやろうね。あ、そこまでないのかな。ツーショットなんで結構ダメージは多分出てますよね。よーし、じゃあスーパーミュータントですね。どうやろうね。まあ100ちょっとは出てましたよね、ダメージ。あー、これぐらいね。でも結構強い方じゃないかな。125、まあ強い方ではあると思う。まあそこまで AP の消費も激しくはないですね。ただちょっとね、距離が離れるとちょっと辛いものがあるな。ダメージが多分ここの位置ぐらいだと全然食らわせることができない。よっしゃ、じゃあね、マイアラッククイーン行くんですけど、まあね、50発で倒せるかどうかって言ったらちょっと厳しいような気がするんですよね。どうやろう。で、どっち狙うかな。足狙うかな。足を狙っていきましょう。ちょっと待ってね、50発で倒せたらいいけど。あ、いけた。ちょっと待って、29発残ったんで100レベルもいけるかな。はい、次100レベルのマイアラックインですね。まあ60レベルで、まあ、ワンマガジン使わなかったんでいけるかな、もしかしたら。あ、いけたね。いや、強い強い。21発ぐらい残ったかな。どうやろう、ちょっと見えてなかった。いや、強いぞこれは。いや、ここまでと思わなかったな、ツーショット。
まあ、ちょっとね副腎反応つけてるっていうのもあるんですけど、まあダメージは結構高いね。お、伝説やん。ちょっと行きます。まあでも、あ、やばい、ちょっと待って、周りから倒した方がいいかな。まあ、AP なくなった時はやっぱりどんな銃でもきついけど、まあ、サプレッサーついてるんでバレてはないですよね。 OK、 はい、じゃあねスコーチビーストいきます。でね、距離減衰が結構大きいんで、この銃がね、なのでできるだけ近くで戦いたいですけど、ちょっとスーパーミュータントとあいつが戦い始めたかな。降りてきてくれたら本当に楽。あ、来た来た、こうなれば楽よ。よっしゃ、降りてきた。いや、いいっすね。ただあれがなくなるね、やっぱり AP が。まあ近ければね全然フリーエイムでもいける。よし、じゃあね倒し終わったんで戻ります。はい、ツーショットサブマシンガンどうだったでしょうか。やっぱツーショットなんでダメージは出ましたね。で、あとナードレージ副腎反応をね発動させて戦ったので、まあダメージが大きい部分もあったんですけど、まあね、それでも結構ダメージはでかかったんじゃないかな。で、あと AP の消費なんですけど、まあそこまでないんですけどね、やっぱり装填数が50発っていうところで、普通ね、フィクサーだと25発なんで、その前にリロード挟んで AP の回復が始まるっていうことはあると思うんですけど、やっぱりね、50発全部打ち切るとね、AP はほぼほぼなくなってしまうので、AP の消費がね、激しいと勘違いしてしまう方もおられるんじゃないでしょうか。そんなにね、AP の消費が激しい武器じゃないので、まあ、装填数50発を生かしてね、複数の敵を倒していければいいんじゃないかなと思ってます。あとやっぱり距離減衰が結構あるみたいなので、僕ちょっと距離減衰が何メートルからっていうのがちょっと分かんないんですけど、まあ離れれば離れるほどね、ダメージが低くなってしまいますので、まあ、近くで戦うのがベストなのかなと思いました。皆さんもね、ツーショットサブマシンガン手に入れたらですね、ぜひ使ってみてください。それでは、インサマでしたー。